コーヒータイムということで、今日はね、片野さんの江戸六花ブレンドですね。ちょっとね、コーヒー入れるところに厳重にね、封をしてしまってたのを忘れてて、残りがあったんでね、それを入れてしまおうと思います、はい、でね、昨日試験を受けたっていう話したと思うんですけど、落ちましたいや、本当自信がなかったから、まあしょうがないなとか思ってたんですけど、700点取らなきゃなんないところ500点とかだったんですよね、うん、いや、なんか全体的にね、点数悪かったなっていう感じ。まだね、詳細みたいなのはないんですけど、点数発表ぐらいしかなかったんですけど、500いくつだったかな、550とか、なんかそんくらいだったんですけど、いや低かったですね。いやマジでね、勉強不足、単純なね、うん、いや、まあ得意なところとかは、まあ分かるところとかは分かったんですけど、まあそりゃそうなんですけどね、分かるところは分かるのは当然なんですけど、うん、経験、そのなんていうんですかね、問題に即したその試験のね、問題というか、その試験内容に即した知識みたいな、そこに紐づく知識みたいなのがね、全然足りてないなっていうところですね。ちょっとそこら辺はね、意識してあまり仕事してこなかったなっていうところだったんで、ちょっとここら辺気をつけながらね、てかまあ試験を受けてからね、まあまだ全然日が経ってないですけど、試験勉強し始めてからね、やっと意識し始めて、なんかいろいろやり始めたって感じだったんですけど、いやでもあれですね、本当に今回思ったのが、こういうの、まあ、試験、その、まあ、何の試験かっては言ってないですけど、そういうね、試験、仕事で使うような試験だったりとか、まあ前にね、トレーナーの試験とかも受けましたけど、まあそっちはね合格したんですけど、その普段意識してないところとか、その足りてない知識とかいうのをね、再確認とかにもなるんで、検定だったりとか、なんかね、そういうのを、うん、資格の試験みたいなのを取るっていうのは、まあ、かなり自分のためになるなと思いましたね。まあ、趣味でやってるから、別にね、そんな試験とかどうだっていいじゃんとかいうのもあるかもしれないですけど、趣味でやってるからこそ、そういう知識みたいなのを手に入れるっていうのもすごいいいなと思いましたね。こういうね、コーヒーとかも、まあ、いろいろと試験あったりとかするんでね、そういうの取ってみようかなとかちょっとね、考えたりとかしました。はい。ということで、コーヒーいただきましょう。はい、コーヒーいただきます。うん。いい香り。ああ、最高。うん、最高。今日ちょっとね、お菓子があるんですよ。はい、これ知ってますかね？ママドール。これね、福島の郡山市っていうところ。まあ、ちょっとね、福島の中でも少し大きめの都市なんですけど、そこでね、そこのお菓子屋が作ってるママドールっていうね、お菓子なんですけど、美味しいんだよね、これが。なんかね、うちの奥さんの親戚かなが、その福島に住んでまして、で、福島行った時のお土産でね、買ってきてくれたんですけど、こうかな。ママドール。ママドールって書いてありますけど、いただきます。うん、美味しい。このね、中にミルク風味の白あんが入ってて、ね、うん、美味しい、うん、もし福島とか行ったりとかね、見かけたらぜひ買ってみてください。今日ね、本当はジム行こうと思ってたんですけど、
試験が終わってね、試験勉強中ね、ちょっと試験に集中したかったからジム行かなかったんですよ。疲れて寝ちゃうんでねなんで行かなかったんですけど、で今日から再開しようと思ったんですけど、頭痛がひどくて、で、まあ、さっきまで寝てたんですよね。なんでジムはまあ明日からかなというところで考えてはいるんですけど、今回ねジム行くのにちょっと新しいもの買ったんですよ。でそのギア使いたかったからね、ちょっとジム行きたかったんですけど、それは何かっていうとこれハービンジャーっていうところのメーカーから出ている、これ何か分かりますかね。これねトレーニングベルトって言って、お腹に巻いてね腹圧を高める、腹圧っていうのがね、そのトレーニングするときに力を発揮させるとき、まあ、力をね発揮させなきゃなんないんですけど、まあ、もちろんトレーニングでねその重たいものを持ち上げるときにグッと力入れるんですけど、例えばバーベルとかね、こういう風にスクワットするときにこうやって担いでこうやってしゃがんだときにね、腰に負担がかかるんですよ。で腰に負担がかかったのをそのまんま適当にその上半身に力を入れないで適当にやると腰を痛めてしまったりとかするんですよね。でじゃあその体をねしっかりとがっちり固めるためにどうすればいいかっていうと、腹圧っていうものがあって、ちょっとその腹圧の話しちゃうとねだいぶ長くなっちゃうんでちょっと割愛しますけど、腹圧っていうのを高めなきゃなんないんですよ。で腹圧っていうのをそのまんまグッてね力入れようとしてもなかなか難しくて、でそれを助ける補助用具としてこのトレーニングベルトっていうのなんですね。これをお腹に巻いて、で腹圧ってねお腹を外内側から外に向かって膨らませるっていう力をかけると腹圧っていうのがかかるんですけど、その外っかにかけるのにそのまま何もない状態でかけるよりも外に突っかえがった状態でかけるとよりね力が入るっていう、腹圧がかかりやすくなるっていうのがあるんですよ。でそれをお腹にこれを巻いてね、そのストッパー代わりにしてやるっていう、そういうものなんですよねトレーニングベルトって。でこれはねナイロン製のバリバリっていうねこういうベルクロでね巻くやつなんですけど、これをちょっと買ってみました。すごい安いやつ、いくらあったかな、4000円ぐらいだったような気がしますけど、めちゃくちゃ安いやつです。はい。でねこの僕ね実はめちゃくちゃいいトレーニングベルトっていうか、そのウェイティング用のねベルト持ってるんですよ。これもう競技で使うような5万円ぐらいするね、革のこの分厚さよ、この分厚さ、この分厚い SBD のベルト持ってるんですけど、なんでこれ使わないかっていうと、太ってね今すごい太って、これがねはまりづらくなったっていうの、腹圧がかかりすぎちゃうっていうのもあるんですよ。あるんですけど、これ競技用だからめちゃくちゃきつく締まるんですよね。ここねこういう風にこうすごい簡単でこういう風にねはめて、でこのレバーでテコの原理を使ってギュッて締められるんですけど、めちゃくちゃそのお腹を締められるんですね。だからすっごい腹圧がかけられるんですけど、トレーニングするのに毎回これをやる必要はなくて、ていうかこれスクワットとかやるときはいいんですよ。スクワットとかデッドリフトとかやるときにはめちゃくちゃいいんですよね。しかもすごい重いやつとかをやるときにはいいんですけど、かかりすぎちゃうときがあってそこまで必要ないというときがあってね、なのでもっと軽いやつが欲しい。あと会社にね行ってこれでかいんでこれ重いんですよね、めちゃくちゃ重い。しかもこの分厚い革なんで、なんて持っていくの大変なんですよ。なんですけど、それで例えば会社帰りにジムとか寄ろうと思った時にバッグにこれ入れていくのすんごい大変なんですよね、これだけで本当にもうこのサイズだからね、このサイズがもうこれだけで占有されちゃう。もうここの中に着替えとか突っ込んだりとかしてますけど、これだけでもう荷物が終わってしまうんですよ。それが大変で、でこれはね
ペロンってこんなあの安っちい感じのね、まあ別にこれが悪いわけではないんですけど、こういうようなあの薄っぺらい感じになるんで、バッグに入れてもそんなにかさばん、しかも軽いんですよね、ナイロン製なんで。ということでね、ちょっとこっち側を切り替えようかなと。まあ家から行ったりとかする時のね、その気合い入れたりとかする時は、まあ、こっち側の SBD のやつ使って、そうじゃない時はこのハービンジャーのねナイロンベルトを使おうかなという使い分けですよね。何ですかね、アームカールとか、あと胸の種目とかねする時に、まあ、そこまでね腹圧高めなくてもいい、でもベルトは巻きたいみたいな時、あとレッグプレスとかもね、あの SBD じゃない方がね良かったりとかするんですよね、うん、なのでそういう時にこちらのねナイロン製のベルトを使うみたいなね感じでいこうかなと思ってるんですよ、うん、もうちょい SBD のねこのねこのレバー式のこのトレーニングベルトってめちゃくちゃ便利なんですよね、うん、すごい。このトレーニングベルトってある程度ギュッとね腹圧を高めるためにギュッと締めるんですよ。で、まあ、最近はねなんかそのトップビルダーの人とかがあんまりかけない方がいいみたいなことは言ってますけど、僕的にはレベルが低い人ね、特にトレーニングのレベルが低くて腹圧のかけ方があんまり分かんない人とか、僕みたいにちょっとトレーニングでき、まあ、僕肩痛めてねトレーニングできなくて腹圧とかが弱ってる人とかはグッと締めてやった方が体幹が固まるんでね、うん、いいんですよと思ってるんですね僕は。なのでそういう人とかはギュッと締めた方がいいんですけど、ギュッと締めるとねずっとつけてるときつくなってお腹痛くなってくるんですよね。それによって下痢になったりとかねすることもあるんで、すぐに解放できるっていうのはすごい大事なんですよね。だからこのベルト式っていうのは使ってるときはそのまま使ギュッと締めてね、ですぐに解放できる、ベルトをバコッて開ければねすぐに解放できるっていう、そういう利点があるんでめちゃくちゃ使いやすいんですけど、ちょっと SBD のやつはやりすぎだなと思って、うん、もうちょい軽いやつがいいな、薄い革のなんかこういうレバー式のやつないかなまあでもナイロン式にねちょっと切り替えてみようかなというところで買ってみたんですけど、今日はね頭痛の時にねその頭痛持ちなのがね一番きついのが、そのトレーニングしようとした時に、トレーニングって血圧がどんどん上がるんですね、その力入れた時とかに血圧上がってしまうんで、頭痛がひどい時に血圧筋トレするともう、ね、ズキズキが半端じゃないんですよね、うん、なんで気持ち悪くなっちゃったりとかするんで、なんで、まあ、できるだけやらないようにしてるんですけど、それがきついんですよね。やりたい時にやれないっていう、こうやってね準備して新しいギア使うぞって思ってる時にできないっていうね悲しみ、まあ、しょうがないんですけど、はい、まあ、そんな感じでねちょっとまたトレーニング再開していこうかなと思います、はい、まだね肩がまた痛いんですよね、本当ねこの肩どうしたもんだろうな、はい、皆さんもね怪我しないようにトレーニングいってらっしゃい。